おはこんばんにちは。動画を間違って見てしまった人はお気を確かに。ゼロゲンと申します。こうしてくる、やっぱりしっくりこないな、この挨拶というわけで、スーパーマリオデッセイやっていきます。前回の続きですね。雲の国のコンプリートが終わって、次の国行きましょう。あ、失われた国か。あ、でもまあ、でもちっちゃい国ではあるから割と集めやすいっちゃ集めやすいのかな。まあ、とりあえず行きましょう。あれどこだ。あー、でもどっかあったな。そもそも1234567、あ、でも今から月の石のやつをプラスしてもそこまで多くないんじゃないのかとか言ってたら結局ダメだったりするんだよな。あ、そうか、ここノコノコレースがあるからマスターカップクリアしないと。なかなかですね、めんどくせえんだよな。で、一応今ナンパーとかに分けて、オデッセイはやってますけど、で、取り逃してるムーン今までいっぱいあるんですけど、ちょっとね、その時はね、ちょっとさすがにちょっと攻略見ながら確実に取っていこうかなとちょっと思ってます。ちょっとね、あんまり時間もかけてなくなってきたからね、ちょっとでゼノブレード2も控えてるし、ちょっとペースを上げないとコンプリートがきつくなってきてますね。さて、じゃあまずもう完璧に分かってる、あの上に乗ってねえのこれ。まず分かってる、昨日ノコノコレースやりましょうかね。なんでこ、ああ、ちゃちゃちゃ、なんでこんな分かりやすいの取ってねえんだこれ。上には、あ、あそこに土管あるね。まあいいや、とりあえず先にノコノコレースやりましょうか。はい、新メンバーが加入したよ。ゴールドの金庫。あー、でもこれどうやって言ってたっけ、忘れたな。そこなんだよね。お、ちょっと待って、あいつどこ行った？お、あいつ早くね？あいつどうやった？出た。あ、間違えた。間違えた。いろいろしくじったな。一周目はゴールドノコノコの走り方を見とくべきだったな。よし、もう一回行きましょう。
今地味にお金がなくなったからわりかし嬉しい。よいしょ。ちょっと、そこから行けるの？あ、なるほど、こう行けばいいのか。おぶれおぶれ。OK。どけ。よし。さすがにここはこれ使うだろ、こいつ。よし。OK！ よし。なるほどね。あそこでヒップドロップジャンプか。よし、じゃあ次行きましょう。ここの土管やるか。はい、すいません、ちょっと電話でした、はい、では行きましょう。これは君をキャプチャーした方がいいのかな。こういうこと。なんで溶けた？うわー、めんどくせえ。なにこれ。あ、これ倒しちゃダメだ。つまりこいつに火をつけさせないとダメだから。来い。OK。割とめんどくさいな。あったい！ついた。おー、いいね。ジャングルの灯火、なんかかっこいい。よし、お前も用なしだ。この下になんか埋まってるのはないよね。あ、でもムーン天然だから別にいくか。早くしないと戻るんじゃないの。おー、危ねえ。 OK。 よし、 OK。 次次どんどんサクサクいかないとね。あ、
あれどうやって飛んだろう。ヒラ、ヒラ、ヒラとかいねえな。またカカシコインだな。あ、なんだ、あそこ、あれどうやって行くんだ。え、あれどうやって行くんだ。あった、こんなところに。あ、それはいいんだけど、あれどうやって行くんだよ。滑空か、滑空ちゃんか、また滑空ちゃんか。多分ちょっと滑空ちゃんのとこ行こう。さっき多分ね、これ探すときね、森の国で思ったんですけど、まず一番高いところに行くのがセオリーなんじゃないかと。あ、ピーチさんこんにちは。ピーチさん、ピーチさんその格好好きっすね。まあいいや、ちょっとまた撮影します。よし、撮れました。後ろのキノピオがポイントですね。よいしょ。あ、ちゃんと撮影中に話しかけてしまったんで、ちゃんとパワームーンは、ゲットしてます。そういえば商品増えたんだっけ。どうだろう。あ、まあ増えてないな。ちょっと待って。今なんかいたな。今なんかいたな。あ、そんだけかい。なんかクエスト的なのを言ってくるかと思ったわ。で、カックがここにいるから。光ってるの何だあれ。まあいい、後で行こう。で、こっから多分あそこに飛べると思うんだけどな。よいしょ。あ、いけるいけるいけるけど、下から下から見れん。ああ、危ねえ。あ、これ、あ、これここじゃダメ。くんごめん。ここじゃダメか。ぴったりあそこに着地しないとダメか。あー、なるほどね。君の体借りるよ。かっくんくん飛ぶと飛ぶとクーって言ってるだけで飛ぶ気配がないんだよね、いつも。おお、ぴったり。いえ、あぶらぶらぶら。すごい、ダスボだろ。あぶねえ。こんだけかな。でもここからは特にどっちだって、一回もう一回一問目まで行って、あとはなんだ、どうだ、あの下のか、あの下の気になるな。ちょっとまずあの下の、お、隊長、隊長じゃねえや。あ、隊長な、隊長は見つけたぞ、お前。これ何、あれかな、ゆっくり近づかないとダメなやつかな。ゆっくり近づかないと逃げられるみたいなあれかな。それ系かな。よし、じゃあゆっくり近づくぞ。
ソロリアシできるっけこれ。ソロリアシができる。綺麗なチョコだなこれ。あ、飛んでっちゃうな。近づきすぎてもダメ。でもキャプチャーしようとしたら逃げられるし。あ、ダメだ。これどうするんだろう。これどうすんじゃ、どうすりゃいいんだ。ちょっとカッコ君、カッコ君の力借りてみようかな。後ろからダメなら、おお、嘘、来たか。あぶね、あ、でも大丈夫、また生き返るから。でもじゃああれどうすんだろう。ギリギリまで近づいて帽子投げてみるか。ダメだ。確かにこの距離なら帽子投げても大丈夫だけど、帽子投げてどうにかなる問題か。うん、シンプルなのに難しいな。あ、情報ないかな。ダメか。こいつら役立たねえな。もう。おっしゃ、あー、そういうことか。長女の宝。あー、だからすっげーギリギリまで近づいて、だから、ね、目安としてはあれっすね、あの長女にカーソルが、矢印のカーソルが出たらそこで投げるような感じですね。お、ここにもある。マグマがなんでこんなところにあるんだ。あ、ハートが。またハート、このハートあんま取らない方が良かったんじゃないのか。は、またまた取られた。くっそ、俺のハゲ隠しを返せ。あいて、キャプチャーがないから、これなんどくれ。待って、キャッピー返して。あ、ダメか、ここ、ね、ここじゃダメだ。よいしょ、どこに行く。あいつ、あそこか。こうやって、なるほど、徐々に追い込んでいくんやな。あと一歩、クソ、ライフル残しときゃよかった。
あ、これ決まってんのか、どこに乗れるの、降りるのか。てことは、よだから最初もうこうやってしとくべきや。よいしょ。そこ？どこ届く？あ、ちょっと危ない危ない危ない。そこも届くかな。うわ、これ帽子がないからちょっと厳しくない？そう、そこ厳しいな。よし。あ、ちょっと今震えたな。今のところあったかもしれない。よし、そこに来たな。そこに来たってことはお前の年貢の納め時だ。くらえ！よし。キャッピー。ああ、ここはお前の年貢の納め時だ。これ、よし。手こずらせやがって。よし、とりあえずまあ一発クリアするね。オッケー、レスキュー大成功で、あともう一個がどこかな。なんかさっきあそこ震えたんだよな。よいしょ、ここ震えたんだよ。あ、ハートか。ハートか。ちょっとバブルをちょっとキャプチャーしようかな。これどっかにあるんじゃないのかな。あったあった、ほらね、やっぱりこういうとこ隠れてんだよ、これ。こういうところに隠すんだよ、任天堂は。よし。